はい、皆さんこんにちは、アボカドです。今回はとある設定についてお話しさせていただこうと思います。よろしくお願いします。なら、このチャンネルではチーターどないなっとんねんとの動画や概要欄にて LINE スタンプも出しておりますんで、興味があればそちらもご覧ください。ではお話に戻ります。もう Twitter でも知ってる方々はたくさんいらっしゃると思うんですけど、あまりにも COD 側のラグがひどすぎるんで、今回 iPad を Pro に買い替えました。で、通常の端末と大きく変わったのがグラフィック品質とフレームレートを上げることができて、思いっきりヌルヌルに動くことができております。で、ここが以前と大きく異なっており、まあ、以前は確かに普通に動いているけれども、フレームレートが最高の状態やったんで、まあ普通かなっていう感じだったんですけど、今回は最大にすることで本当に気持ち悪いぐらいヌルヌルに動くんで、まあ正直慣れが必要なんですけど、非常に敵に弾を当てやすいですし、グラフィック品質も上げることでパラシュートで降りてきた敵の影が見えたりなど、草むらで伏せてる敵もめっちゃ鮮明に見えたりもします。ただ欠点としては、今の COD 側がものすごく重たいんで、ちょっといい端末を使わないと端末側が耐えられなくて、すぐにゲームが落ちてしまったり、逆に自分自身のキャラクターがカックカクになってしまうことです。実際に自分も以前は2021年の9月14日に発売された iPad の第9世代を使ってたんですけど、今シーズンがマジで重たいです。で、ここ最近結構そういうバグ関連の動画なども多く、自分でも驚くぐらい起こっておりました。玉抜けに初手で武器を拾っても構えてくれない、敵が透明になっている、敵が密集しているところで誰かがボマー出したら高確率でゲームが落ちてしまうなどなどで、特にプライベートマッチが一番ひどかったです。ワンマッチに2回落ちるとか、今まではそんなことなかったんですけど、今シーズンからもうザラにありました。で、そんな中 iPad Pro に変えたら、びっくりするぐらい処理能力が速いんで、このようにグラフィック品質やフレームレートを大きく上げても全然問題なくヌルヌルに動きます。さらには処理能力が速いせいか、まあ理由はごめんなさい、ちょっとよくわかんないんですけど、以前よりも遠くの敵が表示されるようになったりもするんで、そこはプロはやっぱめちゃめちゃすごいなぁと実感しました。そして当然お値段もめちゃめちゃすごいです。自分の人生で購入したものの中でも上位に入るくらいの驚きの値段です。なんと総額18万円弱しました。しかもプロを購入して、その日にボタン配置の設定から見直したら、全て初期化されており、保存していた配置も全部消えていたんで、当然1から配置をやり直しました。で、感度までなぜかめちゃめちゃおかしくなっており、来た初日に合わせて、でその日の夜に再びログインすると、合わせていた感度が異常なほど速くなっているなど、感度とボタン配置にバグを感じたんで、正直ちょっとここはもう何とも言えないですと、まあちょっと話はそれてしまったんですけど、今回はフレームレートを最高から最大に上げたことでヌルヌルになって、非常に敵への当て感が変わったのと、グラフィック品質を普通にしたんで、草むらにいる敵やパラシュートで降りてきた敵の影が表示されるようになったんで、めちゃめちゃやりやすいんで、まあもしもそれに見合う端末をお使いでしたら上げてみるのをおすすめします。Flight will arrive in 1 minute. Chip terminal is almost ready.
drop incoming. Down to the last five teams. The safe zone is collapsing. Thank you.
いい感じに勝てました。正直ヌルヌルになったら慣れが多少は必要なんですけれども、かなりいい感じに当て感が変わるんで、できることなら変えてみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、Twitter フォローお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。